ニューポール21ニューポール21は第一次世界大戦当時のフランスの短座、短発戦闘機。フランスのほか、ロシア帝国やアメリカ合衆国の航空部隊で使用された。戦後は民間機としても広く使用された。ニューポール21はギュスターブ・ドラージュによって設計され、1916年に初飛行した。エンジンはニューポールと同じものだったが、 もともと戦闘練習機として計画された機体であったため出力を低く調整したルローン QC を装備していた。エンジンのカウリングは下部の開いた馬蹄形のものが用いられたがそのため同様のカウリングを装着したより小型のニューポール11に間違われることもしばしばあった。しかしながら戦闘機の需要は切迫していたため本機も 第一戦の戦闘機として実戦に使わざるを得ないこととなった。ニューポール21は110馬力のルローヌエンジンを装備してアメリカ合衆国やロシア帝国に売られた。また、イギリス海軍航空隊も少数を使用した。ニューポール21はロシアで a o d u k ク s によってライセンス生産が行われた。フィンランド空軍は1918年にタンペレで1機を捕獲し、 1923年まで使用した出展スオメンイルマボーイーマットアイ1918から27初言性能武装ありがとうございます